カラオケで高得点を取りたかったら、リバーブは切れ。はい。カラオケでね、練習するのは、ね、採点マシーン。すごい高性能なので、確かに練習になります。こう特にね、ピッチが合ってるとか、リズムがずれてるとかね、ビブラートとか正確に判断してくれるので、とてもいいと思います。ただし、その時のリバーブを振ってください。ね。リバーブが入ってると、うまく歌えてないのに、こう気持ちよくね、なってて、こう合ってる気がしちゃうんですね。はい。なので、カラオケで高得点を取るためには、リバーブを切るようにしてみてください。ぜひやってみてください。